前は武将館で中国から来ました。留学を決めるときはもうすぐ中国の大学を受けるための試験がもうすぐ来るので、あんまり留学に関わっていなかったんですね。でそして父親が ここの学校がいいと勧めして、で試験が終わってから留学、こっちに留学するとなりました。学校は、素晴らしい学校だと思って、設備も、いいし、先生たちも、すごく優しくて、いろいろ助けてくださってすごくありがたいと思います。留学は去年の7月から来て、で今だった、半年ですかね。前は父親が留学生だったの でお父さんと一緒に日本で4年間過ごしたの でその時に日本語の基礎が身につけられたという感じです。大学はお茶の水女子大学に向かいました。学部は、文教育学部の言語文化学科です。受験が終わってリラックスできると思ったが、これから入学手続きとか引っ越しのことですごく忙しいです。最初来た時は結構緊張してて、でもクラスのみんなはすごく優しくて、違う国の人たちと一緒に勉強して、違う国のことを知ることができてすごく楽しかった。はっきり決まってるとは言えないんですけれども、翻訳とか通訳をやってみたいと。違う国の人々の間でつなげるようなことをやって役に立ちたいと思っています。もちろん日本語学校は自分が進学とか他のために基礎的な日本語能力を身につける場所なんですが、でどんな学校に行っても身につけるためにはやっぱり自分がどんな環境に行っても自分がしっかりして日本語を勉強したいっていう気持ちがなければ、どんな素晴らしい学校に行っても日本語の能力は身につけないから、それははっきり、知っていただきたいということですね。でそのような自分の夢を叶えられる、その能力を身につけられる場所は青山国際教育学院だと思います。でこちらの学校はまず言うと先生たちはとても優しくて、もちろん厳しい時はもちろんすごく厳しいですが、ちゃんとした先生で知りたいことを教えてくださったり、また留学するときは多分いろいろなことにあって、メンタルのところでちょっと問題が出る人も結構いると思います。例えば私プレッシャーが多すぎてちょっと崩れそうな感じになったこともあるので、そこで担任の先生が優しく、私が泣いてるときも慰めてくれて、で大丈夫だよって慰めてくださって、で
そこで、まあ、諦めずに最後まで頑張れたっていう感じです。先生がとても素晴らしい。私は中国での高校を卒業した後に来たんですね。その時は中国の大学を受けるための試験を受けて、でもちろん中国の医学の大学に受かったんですが、なんだろう、自分のやりたいことと全然違って、その試験の点数がなかなか理想的な学校に行けなくて、やっぱり日本に来て留学しようと決めて来たんです。で もちろんせっかく高校3年間頑張って大学も受かったのに、また1年か半年で苦労して大学を受けるのは本当にしんどいなとか、だって同級生たちはもうみんな大学に入って楽しいこといっぱいやってるし、本当に羨ましくなるって思って、そこが辛いところだと思うが、でも来てから何でもかんでも自分でやることになって、例えばクリーン日常生活とか、まあ一人で飛行機とか電車に乗ったりで、たくさんの人と接して、そういう経験があったので、自分がちゃんと人として成長ができたと思って、でまた頑張って勉強して好きな大学に受かったので、はい、でなので自分の成長のためにも留学するのはすごくいいことだと思います。